飯田俊樹のルームレゾナクト。本日のゲストはシンガーソングライターのマック&レニーさんです。楽しいトークと音楽でお楽しみください。It's my life. Kumo nado nai, all blue, omoi kiri, deepless,愛すべき Your smile そっと頬に Feel the wind 自然にこぼれる humming 愛すべき Good music いろいろ悪くない与えられた My life今日も僕は生きてる何もわからない何も知らない震える僕はいつも消えないけど誰かに愛され誰かに守られ僕は明日を見続けられるよ yeah, yeah, yeah. Oh, 支え合う relationship変わらない my friendship 愛すべき my family oh, oh, oh. いろいろ悪くない与えられた my life 愛されるより愛そう希望も絶たれて打ちのめされて自分の足で立ち上がれなくても yeah, yeah, yeah. それでもどこからか手は差し伸べられ僕は明日を見続けられるよ yeah, yeah.Yeah, day in my life 迫るように過ぎゆく時の中で必要としてくれる君へと毒ようにずっとここでこうしてずっと僕はこうして I say, I gotta say 一体どれほどの許された時があるのだろう何もわからない何も知らない怯える君は少し周りをよく見て yeah, yeah. いつもは見えない誰かがいるからそして君は明日を見続けられるだろう In your lifeそして僕は明日を見
に続けられるだろう In my life。 今日歌った歌たちは、はい、そのお二人ので作ったんですか？そう、もちろんそうですね、はあ、なんか、まあ、2曲ともこう思い出深い歌というか、はいはい、マイライフの方はマイライフはもう結構一番古いって言ってももういいぐらいのも曲で、はい、でも毎回どのライブでも絶対歌うという、 あるでしょ、ありますね、なんかキラーチューンじゃないけど、はい、これは入れとこうかみたいな、どうやっても絶対入れたい曲ありますね、 そうそう、それも毎回絶対入れる曲で、はい、もうでも作ったんなんか24号とか24号、もう6畳のねテレビもない部屋でね、はい、なんかこう音出るキーボードを使ってね、はい、で2人でずっと曲作りを当時してたんですよ。どういう役割分担で作ってたんですか？いや、向こうがコード弾く、はい、メロディー歌う、はい、メロディー当てる、うん、コード弾くメロディー当てるの繰り返し、へ、むちゃくちゃアナログな方法で、なんかでも20代の人が作ってような曲には聞こえないというか、その人生観がもうたくさん織り込まれてて、でも確かにでもね、そう今歌ってもなんかそう違和感ないですよね。その時の思い違和感なく歌えますか？うん、あ、そうなんです。もう常にその時にパンってこう切り替わるというか、あ、歌ったらね、あ、そうじゃないですか、なんか歌ってる時、はい、あ、分かります、うん、自分の意識が切り替わる曲、分かります分かります。なんか今の自分をこう、うん、ね、当てはめるんじゃなくて、うん、なんか当時に戻りますよね。そうですね、歌ってる時わかります。ラブソングとか特にそうかな、ね、気がしますけどね。今日の掛原さんとね、うん、一緒にやられました。どうでしたか？いや、もう最高。ピアノ、あ、嬉しい、喜ぶと思います。大好き大好き出ました。嬉しいと思います。これ見てくれてますけどね。大好きですよかったです。持って帰りたい。持って帰りたい。それはいろんな意味でそう、変な意味じゃないです。変な意味にしか聞こえないですけどね。そっかそっか、よかった。僕もあの聞いてたんですけど、素晴らしくて、ね、なんかいいですね、今日だけのバージョンだったなっていう感じで、ね、うまいなと思いました。あ、よかったです、はい、それは。そうかそうか、またなんかいいですよね。なんかこう技術だけじゃなくてね、そうですね、気持ちでもこう来てくれてる感じが。そうそう、掛原さん、僕もね実はお会いするの初めてなんですけど、ねね、こう思いで、思いを寄り添わせてくれるっていうかね。そうそう、素晴らしいなと思って。曲の意味もたくさん研究してくださってて、うん、こうだけどこうな曲ですよねってね。そう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 、すごみたいな ね、すごって言ってましたね言ってましたリハの時も、はい、そうですね、素晴らしいなかなか、ね、テイクでした ね、 ね、本当ね。そうかそうか。で、もう一曲歌わせていただいたのが、はい、マクさんのモットという曲です。モットです。これ本当にめちゃくちゃ好きで、ありがとうございます。なんかもうザ・ R&B だなっていう感じの曲で、難しいこと一切歌ってない、その恋愛が終わるその瞬間の時の気持ちを歌ってるじゃないですか。なんか本当に本番のその R&B も全然難しいこと歌ってない曲が多くて、すごい歌詞ってシンプルで、それをいかにまっすぐそのかっこよく届けるかみたいなところが詰まってる曲だなと思って、これもだから相方と一緒に作った歌ですね、うん、はいはい。なんか実体験をもとにとかですか？これね、基本的に曲僕全部実体験なんですけど。あ、そうか、全部実体験やけどこれだけちょっと違うくて。あ、そうなんですね、うん、想像で。じゃあ飲み屋のね、もうこう言ったら、はい、曲のあれになるんかないいことなんかちょっと分かんないですけど聞きたいです。飲み屋のおっさんにね、はい、まあ知り合いなんですけど、はいはいはい、こういう女の子、はい、だちょっと逃してしまった女の子に、はい、こういう歌をちょっと送りたいから、はあ、そういうテーマで作ってくれへんかって言われて作った歌なんですよ、もっと、だからもっとできたんやでって俺っていう。ああ、言い訳したいんだよね。もっとプレゼントも高いものをあげれたし、はいはい、いろんなとこも行けたんやでっていうこのテーマをもらったんですよ、はい、でそれを機にこの曲を、一行からそれをなんか A メロ B メロみたいなのが、うん、を導き出してみたいな作り方を初めてした歌ですね。想像だけで書いたっていう。うん、いや、ほんだら僕も曲作る人なんですけど、はいはい、1回聴いただけで意味分かることって結構大事にしてて、あ、まあ、
それが全てじゃないと思ってるし、うんうんうん、こう読み込んで歌詞読み込んで意味わかるっていうのもかっこいいと思うんですけど、うんうんうん、僕として大事にしてるのが一回聴いて意味わかるっていうので、いやそれが一番いいと思う。まさにそのこの曲って絶対誰しも意味わかって、ね、で共感するところがあって、あそれはその飲み屋のおっさんの、そうなんですよ。で、まあ、ちょっと面白いところが、はい、なんかこうほら女の子の気持ちとかじゃなくて、はい、もうガチガチの男の気持ちっていう、はいはい、ね、なんか女子の恋心とかじゃなくて、じゃないですね、男のめめしい、そうですね、そのそう後悔してる感じが、そうそう、でもっとできたんやぜ俺っていうのが男らしいですよね、ちょっと一旦めめしいさがね、そこを、うん、あのか書いてみようかなっていうので書いた歌でしたね。いやでもすごい気持ちが僕も入りましたし、うん、なんかグッと気持ちがスッと入れる、なんか初めてデュエットしましたね誰かとね。あ本当ですか、どうでしたか。いや楽しかったです、本当に。よかったです。あこんなんも面白いなと思いながら、なんかハモリと主音が入れ替わりながらね、そうですね、うん、そんなことも意識しながら歌わせていただきました。本当にいい経験でした。なんか引っ張り上げワンテイクでね、ワンテイク、これもワンテイクこれはミスしてないかな、ミスしてない、ミスしてないミスの話もういけるかなっていうね、はいはいはい、で本当になんか今日はあのマックさんにこう引き上げてもらった感じで、僕はいやいろんな自分のなんかこう歌をねグッと、はい、ガッとやってくれたもらって、そのさっき実はあの楽屋でもねいろいろ話させていただいて、うん、そのボイストレーニングについてすごい話させてもらって、ね、いろんなアドバイス、このマックさんがこう長年自分で修行して手に入れた声をどうやってそこにたどり着いたかみたいな話、まあ、そんなアドバイスなんてもうおこがましいですけど、なんかやっぱり歌本気でこう歌ってる人っていうのはね、うん、やっぱその声に対してやっぱすごい追求があるし、うん、まあ、そこにねお互い今ボイストレーニング、はい、ボイストレーナーをしてて、そうですね、お互いね、なんかちょっと楽しい熱い話をしましたね。そうですね、なんかでもすごく刺激になって、ちょっとこれからのもう明日から、いやもう今日の夜からちょっと教わったことやろうと思ってる。すいません、なんか僕もなんかすごい熱くなっちゃっていや嬉しかったです、本当に嬉しかった、溢れ出ちゃった。いやもうそれがねめっちゃ嬉しかったんで、これからもいろいろ教えてくださ い、 いまたぜひあのご一緒できたら嬉しいなと、はい、もうまたもう一回呼んでください、本当に、ね、やりましょう、ライブとかも一緒にできたらと、本当にボール18ぐらいで呼んでもらって、わかりました、はい、結構最高です、嬉しいです、18ぐらいやりましょう、はい、やりましょう、またぜひ、はい、だからライブの情報とかお伝えするとかありますか。あのやっぱこのね、あの時期なので、はい、もうライブもまだ一本も決まってないし、ね、はいはい、まだ一回もやってないし、うん、まあこういう形でだからね動画とか、うん、そういうあの配信とかで、まあ、ちょっとずつでもできたらいいんかなと思うので、はい、特にないですね。わかりましたでは、ね、マック&レイニーさんのぜひ検索していただいたらね、はい、いっぱい出てきますので、はい、また皆さん応援していただけたらと思います。ということで今日本当にありがとうございました。ありがとうございました。パズルまたやり直すように君との写真思い出を包むよ Oh 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 近くにいると見えなくなってしまう、初めの頃のあの顔、あの気持ち、大切なのに、すごく大切なのに、時間とともに当たり前になってたよ。Oh, oh, oh, oh. 電話も減って会話も減って喧嘩は増えて一人きりも増えて、でも会いたいってなぜだか言えなくて、だんかっこ悪くなれなかった。 oh, oh. もっとサプライズも
もっとやりたいこと行きたいとこあったのにな Oh, 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 yeah, yeah, yeah. 連絡すれば君をまた苦しめるやっと歩き出した New Day でもまだ心のどっかで少しだけ君が戻るようなあの日の二人に、yeah、電話も減って喧嘩は増えて一人きりも増えてでも好きだって言葉にできなくてだ過去悪くなれなかった、ずっと考えてた描いてた君とのムーンライトずっと握ってたはずの手がいつの間にかない飯田俊樹のルームレゾナクト。